こんな大荷物を抱えてゴール地点の宗谷岬までたどり着けるのでしょうか。最北端の駅の看板でのんきに記念写真など撮っていた一行でしたが、ここからの自転車移動を前にして大変なことが分かったのです。やたらと煽ってすみません。でも大問題発生なのです。宗谷岬まで行くとマジ遠いよ。北海道の広さを甘く見ていました。その距離なんと35キロ、新宿駅から横浜まで行ける距離です。しかし9ヶ月に及ぶ日本縦断で鍛えられた今の嵐なら決して不可能な距離ではないと忙しく出発した私たちですが、おい、あら、帽子が吹っ飛んだ。俺の帽子。吹きつけるオホーツクの海風が風速なんと11メートル、旗がちぎれそうです。風に押し返されてまっすぐに進めないのです。激しい潮風です。ひどい潮辛さです。上着がほとんどたこ揚げ状態です。しかし一番の問題はあの大荷物です。桜井の荷台にくくりつけた大事なタイムカプセル、重さ20キロを超えるそのカプセルがまともに風を受けてしまうのです。桜井、気を抜くと倒されそうです。相葉も、そして31歳羽鳥アナも懸命に漕ぎ続けて1時間。しかしです、宗谷岬まで27キロ。27キロです。残り27キロ。1時間必死に進んだはずがまだ27キロです。風がさらにきつくなって松路も焦ります。タイムカプセルを積んだ桜井が遅れ気味です。しかしペースを落とせば夜明けまでにたどり着くのも厳しい状況。いけません、士気が落ちています。気合が必要だと、その時カープ、カープかっけー、サーフィン見て、カープかっけー。王の突然の曲乗りにメンバーが笑った。そしてこの野郎、この野郎、負けねえぞ。再び奮い立ったメンバー。しかしここで大野は電池切れです。リーダーの仕事を果たして今遅れていきます。ももが釣り気味になっているようです。なんとか伸ばしながら調整しています。するとカープ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 とはもちろん大野です。カープ頑張れ、これあーさーカープビビってんな。出発から2時間半、ついに残り10キロです。一気にラストスパート、心なしか風も弱まっています。残り5キロ、日本縦断最後の5キロに全てをかけます。全国各地を走り続けた9ヶ月を締めくくる日本最北端ゴールへのラストラン。力を振り絞って進んだその先に、何これ、あれじゃん、ほら、宗谷岬、あ、ここだ、ここ、お前あれだよ、来た、ありました、日本の最北端宗谷岬の記念碑です。激しい風の中35キロを走り抜いた嵐と羽鳥が揃ってゴールに到着。カメラを忘れるな、やったー、よっしゃー、降りた、降りた、やった降りた、着いたよ、着いたよ、はい、お疲れ様、はい、チーズ。真夜中の嵐、ついに日本の最北端にゴール。